こんにちは、今日はですね、先ほどから、走ってきまして、とある場所にありますところで、宮本さんに、のお宅に訪問させてもらいました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。わ、すごい、ほんまになんか撮影みたいで、ちょっとすいません、僕慣れないんで、はい、まあ、里の、ここは里で、はい、とある里というところで、とある里で、まあ、今ここバックは白壁なんですけれども、周りは、庭が、今ツツジが咲いて非常に綺麗です。また、ここにいつから？もう3年、18、丸3年になろうとしてる。3年、うん、どうすか、快適ですか？まあ総合的には楽しいですね。総合的にはめちゃくちゃ楽しいんですけど、まあいろいろ湿気が多かったり、湿気ね、腐っていくし、虫が出るし、なんかネズミとかもいるし、なんか自然の中で生きてるなっていうことはもう激しく痛感する場所です。いやいや、確かに、もうすでに一回ちょっとこう周りを見せてもらって、庭でそうめんを食べさせていただいたんですけれども、なんていうかね、土があるっていう生活が、まあ、特に僕なんかやったら中業のもう、まあ、アスファルトのとこから来てから、なんかすごい羨ましい面もあり、これを毎日維持していくのは大変やろうなっていうのもあり、なんかたまに来させてもらったらいいなっていう、そうですね、感じですね。街中にめちゃくちゃ住みたくなるときはだって僕の、正直僕の家からコンビニまでの距離とこの敷地内とかほぼほぼ一緒くれん買い物に出るのが昔みたいに、あ、気軽に行こうとかじゃなくて、やっぱりそれなりにちょっと覚悟があって、ね、今日から1週間分ぐらいは持ちますよねとかいうのは、まあ、今回 の、 ね、騒ぎでそういうような文化あったけど、もともとあったから、わ、これ買い忘れた、ちょっと買い行こうかできないからこっから買い物に行こうと思ったら何分かかるの？まあ、大体1時間見てますねまず花園橋まで出るのね、往復に40分で、一番近いフレスコで、まあ、買い物時間20分入れて、まあ、1時間は最低。フレスコってね、なんかもうコンビニ感覚である感覚やけど、もうそれがそこまで行かなあかんねん。で、うちはコンビニまで歩いて、この間深夜散歩がてらコンビニ行こうかって言って家に出て帰ってくるまで1時間かかりました30分で、コンビニで何買ったの？その時はアイスかなんか買ったのかな溶けるやん、うん、そういや本当にだから途中であれこれ溶けるなよって食べながら帰るなるほどね。で、地域それはまあなんていうか、いろんなところはお互い犠牲に してるところも、うちなんかやったらもう都市部やから、うん、こういうふうな景色とかは犠牲にしてるやろうし、なんかどっちがいいとかってないやろうけど、なんか、ないし、なんかいろいろなんだろうな、今回そのさっきの買い物もそうだし、逆に通信で、意外に通信が遅れてるようやけど、はいはいはい、通信でできることはできる限り通信でやろうという文化もあって、まずこっちに引っ越してきてから現金を使わなくなっていく生活になったんですよね。割と決済、割といろんな決済サービスは今回の分でもっと普及してるけど、割ともここからコンビニに払いに行くのもあれやしっていうので、ネットバンクがメインになる。そうやね。それは逆にこういうちょっと人里離れたところの方が必要になってくる、で逆にネットワークとかで仕事してた人が、あ、都市部で家賃とか払っててもうこれ高いよね、田舎でゆっくり暮らそうか、仕事はパソコンでできるんだしみたいな人が割と移り住んできてて、先行して2010年の頭ぐらいからそういう動きが結構あったみたいで、なるほどね。確かにそれは新しい人らが入ってきてるっていう話は聞くし、いや、確かに住んでみたいところではありますな、そうなんだよね。結局それがね、ずっとね続くとね、なんかたまにね、幸せなことが飽き飽きしてきたりねたまにこんな小さな幸せがあったのにそれを見えなくなったりとかね、あると思うんですけどね。その時になんか移りす、いろんなところにそういう拠点があって気分変えれる人ってすごい、すごいいいよね、確かにそれはすごくいい。なんか一ところで住むことが上というか一番上っていうのが、
もうその感覚がなくなってもいいかなと思う、うんうん、そうだね。好きなところに住んで好きな仕事してっていうような感じもあるやね、うん、そうそう。職業多様化について話したいんですよ。はい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 、はい、もうそういうのって割とずっと語られてきたけど、今もう普通に当たり前になりつつあるわけじゃないですか、うんうん、今までこれが仕事でしたっていうことで、なんかそれでお金を稼いで暮らしていくっていうのがある種なんか何年か前、2年ぐらい前だったかな、それこそ YouTube、 これこそ YouTube とかなんか転売みたいなので利益が普通のサラリーマンよりの給料よりもそっちの利益の方が大きいから、はいはいはい、税務署はそっちに目をつけているみたいな話があってはいはいはい、なんかでもそれって当たり前になってきてるよなっていうのをすごい感じさせられて、うん、なんか今ここで暮らしてる人たちもそのネットワークで仕事しながらも農業、半分農業をやっていたりとか、うん、あでも自分で作ったからこれ自分のブランドとしてちょっと売ってみようかみたいな動きを普通にしてるから、あこれって本当の状態化するんだろうなって思いながら考えるんですけど、そう、いわゆるそれまでの流通システム真ん中にいくつも入ってたものがなくなって、うん、地下で自分たちで例えば農業やってはって、うん、まあ、大根取れました、うん、それをネットにあげたら、うん、お客さんが買うっていう流通がガラッと変わってしまったから、うん、それが大きい、大きいですよね、よね、うん、だからなんかそれをなんかみんな考えさせられる時代になっていくのかなって思ったりするんだよね。逆もしかりで、でも僕らは常にその状態やったわけじゃない、うんうん、その、いわゆる芸能、まあ、大きな括りで言ったら芸能人、芸能関係の仕事をしてるけれども、うん、事務所があるわけでもなし、うん、なんかその、それをこうコントロールするというか、仕事をこう、ね、大きくしていく人がいるわけでもなく、自分らで取ってきて、自分らでやっていくっていうのはずっとやってきたから、うん、ある意味それって今の時代に合ってるような気がしてて、その時に自分たちが一つこうイベントを作るために何かやってた制作ごとの一つの作業が、あこれが金銭生まれる仕事なんだみたいな、あそう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 、うんうん、ことになってるよね。そうだから、まあできてもできなくてもいいとは思うねんけれども、うん、いろんなこと、僕はもういろんなことをやってみたいし、うん、いろんなことをやることがなんかいろいろまたそこにつながってくると思ってやってんやけれど、ね、うん、いやもうそれは本当すごいと思いますよ僕も今ねこの撮影が始まってすげえ司会者みたいと思ってこれ面白いなと思ってちょっとしばらく恥ずかしながら観察してます。いやそれは僕も感じてる絶対にこの人そう思ってるやろなと思って喋ってるいやでもすごいいい刺激で新鮮でした、はい、のじぱちすのれんぜいぼぼしかたきにてばなかりけりはばととぬらぎてたびたないおー